チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。誰がいいですね。サラちゃん見てるクルクシです。チョーランです。はい、オッケー、拍手。ありがとうございます。みんなに500円ずつ払ってるだろう。ありがとうございます。いや、これいつぶりよ、はい、この感じでやったり。1年、あ、1年じゃないか、近いんじゃない。そうね、うん、今日はね、クレジョモチャンネルのミーティング、うん、で、ちょっと公開収録をさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。いいね。もうみんな見えてないと思うけど、600人ぐらいいるから今日。ただよ、うん、そのみんなのテンションとは打って変わって、はい、その我々のテンション、まあ、めちゃくちゃやりたくないよ。めちゃくちゃやりたくない、本当に。あで、うん、まあ、ちょっとでも乗り越えたらね、あのほら高い山もさ、なんとかって言うじゃない。なんて言うのかな。そういうの聞かないでよ。知らないんだけど。はい、登った時気持ちいいもんね。あ、そうね、そうね。OK。 去年が、うん、口かせ、強制飲尿口かせっていうのをつけて おしっこを飲んだんですよ、ここで。あ、そのおしっこって言っても、その誰かのおしっこじゃなくて、おしっこの元っていう、おしっこに忠実に再現された、再現成分を再現した、そのね、粉が売ってるんですよね。そう、それを俺が口かせをつけて、うん、あの強制的に飲まされたっていうのを見せられたんですよ、みんなね。そう。うわぁ、うわぁ。あの、カッコ動画にありますので、うん、どんな気分よ。そんなもん見せられて、わざわざね、こんな暑い中お集まりいただいて、ほんまに。今日は何をやるかって言いますと、うん、じゃあ早速ご紹介したいと思います、はい、それがこちらです、はい。1個目、演歌のまた絶対やか。これをまずちょっと作ってみましょうか。じゃあ作ってみましょうか。じゃあほら、もう見てすごく嫌そうな顔してるから。今日はですね、これと、もう一つそれ、これを混ぜてみようと思う商品があるんですよ。もともと別々でやろうと思ってたんですけど、チョモちゃんが混ぜたらええんちゃう、混ぜたらあのプラマイゼロになるんちゃうって言い出して、だからしんどいものとしんどいものの2つに分けてやるぐらいならば、もしかしたらマイナスとマイナスでプラスになるかもしれない。素晴らしい考え方、うん、この発想でね。そうそうそう、なのでこれ1本で収めてしまおうと。そうですね、うん、はい、ということで、もう1つは何食べるんですか。こちらです、うん、チャチャーン、バッター。うわ、絶対やだ。バッタ食べます。バッタチョコかな。うわ、バッタチョコレート。よくある究極の質問ってあるじゃないですか。あ、うんこ味のチョコレートか、うん、チョコレート味のうんこ食べるんやったらどっちがいいって。あー、カレーミック、これどっちもやから。やんの、マジで。やりますよ、やります。なんでそんな乗り気なん。二児の父だからね。頑張んないとね。ジュニア、お父さん昔こういうことしてたんだよ。バックナンバーっていうバンドやってるって言ってるんだよ。じゃあそれでは行きましょう。何が？くるくる。ちょっとこれ後ろの注意書き読んでいいですか？何？ご注意。開封後は必ず使い切りください。お。粉末または顆粒の状態での無理なご飲食は体調不良の原因となりますので、絶対におやめください。お。一度に大量摂取（一気食い一気飲み）は体調不良の原因となります。絶対におやめください。やばい、ね、ご使用後体調の優れない場合はご飲食を中止してください。あ、これダメじゃない。これちょっとそのみんなにも二次被害いかへんから、なんか袋とかに入れといた方がよくない。ここやってんのカフェですからね。明日残りがが前回おしっこやったからね。あ、そうです。やっぱ台も行かないとってね。高みを目指して、はいはいはい。ちょ、前回のこれ見てもらった人は覚えてると思うんですけど、うん、これ袋にさ、うん、印字されてるんよ。はい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 。で、
前回これね、あのおしっこの素出した時にこの袋にスモールって印字されてたの。で俺らハテナなってスモールはってなったら、ショーやってなって、あ、ショーンペンのショー、そうスモールって言うんだ。だから、もしかしてあれ、うんこの素は、ビッグって印字されてるんじゃないって言ってたんですよ。はいはい、ビッグそうなんだ。え、外人のさ、皆さんってそういうのビッグベンみたいな。ビッグベンはちょっと違う。なんて言うんだろうね。なんて言うんだろうねじゃないのよ。お召し上がり方、あ、書いてある。開封後、食材に振りかけたり、そのままお召し上がりくださいや。あ、何、水に溶いたりするんじゃないんだ。だからもうこれにかけろってことや。あ、なるほどね。ちょもちょも、じゃあ バッタ開けます。バッタ開けましょう。バッタ開けようか、あ、待って、怖い。ちょっと待って、怖い。俺、虫ダメなんですよ。あー、リアルチョコかけです。あ、バッタに、チョコをコーティングした、いやー、きつい。俺、バンチ、その粉末になってたやつかと思ったの。めっちゃ近いじゃん、みんな。いや、きつい、これ。これは、中におるやつやわ。でも、匂いはチョコ。完全にチョコ。でもチョコじゃん、まあ、俺チョコが苦手やからな。嫌だもんね。うわきつい。俺バッタもダメなの。いける？これにうんこをかけんだよね。この39だぞお前ら。俺まだこれだけならいけるかもしれない。マジで言ってんの？でも俺これ、俺こっちの方が嫌やもん。でもほらゼロになるかもしれないじゃん。もしかしたらかけるよ。これだけ変えてみて。同じもの怖い。え、俺ほんまにここで吐いたらどうする？大丈夫大丈夫。みんなそんなんじゃ嫌いにならないですよ。待って、どういうタイプのうんち？いろいろあるじゃないですか。来る？違う。何？うんちじゃない。何？なんかもっと、なんか大丈夫かも。え、ちょっと待って、行かしてもらっていい、なんかね、香辛料、強めの香辛料みたいな。あ、俺吐きそう。いける？ちょっとかけてみようか。かけてみる、くるちょもチャンネル。かけさせていただきます。いやー、うわ、すごい。これマジきついわ。これもうだってうんこでしかないもん、見た目が。かけたらそうなんか、あの街路樹の下ぐらいにあるなんか犬のうんこみたいなやつ。そっちに匂いいった。うわー、来た。いや、一世のせいで行こうよ。もう俺やばい。ちょっと一回半分で割る。ほんで中見る。あー、そうね。あー、中身だよ。一気に変に空腹ないよね、今。そうやな。吐きそう。じゃあ、ちょっと待って、カウントダウンやめて。カウントダウン。いける？いける。なんだろう、その自信なんて。なんかもう目が死んでんだもん。いけるとか。目が死んでんだよ、ちょっと。3、2、1でみんなに言ってもらおう。あ、オッケー、ほな、そうだね。3、2、1でもらいましょうか。はい、はい、くるちょもチャンネル。5秒までやります。はい、せーの、5、4、3、2、1。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。誰がいいですね。あのね、その吐いた理由なんですけど、ふんばりって言って。でも味が分からんから、うんこの匂いも思ってたのと違うし、これうんこじゃないって思いながら食って、バリってしたのはバッタと思わずに乾燥した魚みたいな、あいやと思って食ったら、こんな冷静にいらんないってマジで。よい子のみんな、真似すんなよ。くるちょもチャンネル。
ちゃ生えてるやん。いや、本当に虫感があるのよ。あの辺で飛んでるから。そうしてね、ごめんなさい、ほんとに。でも、あれやからな、いつも虫を提案するのはクルちゃんやからな。まあ、でもチョコレートだと思ってたもんな、俺ら二人ほんまに。うん、あの、なんか粉になって、そうそう、バッタの粉が粉末としてなんか混ぜられてるチョコレートやなって。そうね、うん、開けてびっくりやったな。ぜひ皆さんも、食べてみてください。ご好意はこちら。またねー。ありがとう。